せようと思ったのよ。もう寝るから俺今日。あの次ペダンティックの話と最後タッチの話してもう寝たいんですよ。でその前に俺の足を見てもらいたい。俺の足を。で本当に山田信さんすいませんいただきますありがとうございます。俺自分あの海行ったじゃないですか。本当に全くもって捻挫とかしてないんですよ。で最後さウエットスーツを脱ぐ時に俺なんかおかしいと思ったんですよね。ほんとこうやってウエットスーツをさこうやってクックって足で踏みながら脱ぐわけですよ。そうそう、あれおかしいと思ったんですよね。なんかグキッとかまだ鳴ってないんだけど、あれなんかおかしいと思ったんですよ。で本当にねじったりひねったりとか打ったりとか全くしてないんですよ。ただウエットスーツを脱いだだけなんですよ。これ痛風じゃないんですよね。骨が欠けてるんですよ。で血抜いたんですよ一回。でさそこのさお病院でさ整形外科でさ、あ山田さんすいませんいただきますありがとうございます。でこの足をね見てもらいたいんですよ本当に。変だなちょっとね足が。でもね今日ね一日でねだいぶ引いた。あもう結構引いてきてんな。すんげえ引いたな。でもマジでもう治ってんじゃんこれ。さっきさゴミ捨てに行ったんですよ。ダッシュできたのよ。まだちょっと痛いんですよ。ちょっとだけ。ほらこれさちょっと待って、あのちょっと待ってください。俺のさ行ってんのこれ見える、わかるこれ。この足これここ、ここちょっとこことここがなんかなんかポコンポコンとポコンポコって見えるじゃないですか。ここじゃもうさもうボコーじゃない、ボコーみたいな。ここはもうポコポコとポコポコが見えるじゃん。ここもボコーなのよ。これ腫れちゃってない？これ、これ。わかります？違うでしょ、これ。右の膨らみが、ほんとに。ほら、これ、うなぎじゃないのよ。わかります？わかりました？わかんない？わかりました？皆さん。俺の痛みが右左でリアス違いますよね。すんげえ痛んすよ。えっと思ってた。